皆さんおはようございます。おゆきです。6月27日発動級と指定契約のクリア参考例です。本日のサルビエントの洞窟置くだけ簡単攻略なんですが、ハニーベリーの連動がすごく高くて、同じように配置してみて、昇進にレベルなんぼ、スキルランク7、特化1特化2とかでクリアできましたっていうコメントをぜひお待ちしております。私が使っているアカウントっていうのが、昇進1のハニーベリーか、もうこの昇進2の連動マックスのハニーベリー、どっちかしかいなかったので、その間のレベルで確かめてっていうことがちょっとできなかったんですよね。なんで、ぜひね、コメントで教えてもらえると助かります。例えば、今回、サリアはいいとして、2R の連動が高くて、昇進2にしてたりすると、素質なんかも強化されるので、その辺の噛み合わせで、クリアできるってことも、あると思うし、あとハニーベリーじゃなくても、マルベリーとかでも、マルベリーどっちなんかなマルベリーとかでも、こうしたらいけましたとか、この連動でいけましたっていうね、報告ね、ぜひお待ちしております。野党を差し込むタイミングは書いてる通りなんですが、34分の30と34分の33あたりですね。このファーストトーカー1体通しますので、通したら耐久値が2減りますよね。で、2減っちゃうともう雑魚敵通せないので、この花をね、この辺で止めておいて HP 減少で倒すっていうような流れになっております。ハニーベリー特化さんが必須ってことはね、ないと思うんですが、ちょっとアカウントにも使えるアカウントにも限度があるので、ぜひねコメントで教えていただけるとすごい助かります。はい、それではまた明日の動画で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。